はい、ということで皆さんこんばんは、トタと申します。ゴールデンウィークが明けました。今週はですね、お待たせしてしまくっていたモンスターボックスを、皆さんに、お見せしていこうかなと思いまーす。いやね、やるやるって言って全然やってなかったので、まあやっていこうかなと思います。ただね、ですね、ちょっと長くなってしまうかもしれないので、動画を多分分けると思います。で、まずは、火、水、木、光闇、みたいな感じかな。なんか私の中で火と光が一番いるので、で、まぁ、ちょっとバックミュージックは、ちょっと違う感じに、ね、ずっと同じ音楽でもつまらないので、パズドラの違う BGM を入れてるかなと思います。はい、では、まあ、別にね、そんな、なんかなんだろう、なんか、その、出し惜しみするわけではないので、どんどん、その言葉が出てこなかった。どんどん紹介していきたいと思います。まずは火です。ちなみに私のモンスターボックスですが、まあ、未設定と、ですね、降臨で手に入るキャラ。ね。こうやって。で、まあ、まあ、丸1はちょっと使ってないんですけど、降臨で手に入るキャラと、まあ、それ以外のキャラクターですね。で、分けている状況です。まあ、降臨とかは、まあ、なんだろう、こちらちょっとバーって見せていくと、まあ、完全に進化素材で、これ持ってたっけ持ってなかったっけっていうのを確認するために、降臨で手に入るキャラクターと、それ以外を分けるようにしようと思って変えました。でもね、意外とこう、モンスターボックスを整理してるときに、どれが、降臨で、どれが降臨じゃないかちょっとわかんなくなっちゃったりとかしたので、抜けがあったりとかするかもしれないです。はい、ということで、まずは、火から、ですね。まあ、こんな感じです。はい、こんな感じです。まあ、これで言うと、夏とかね、当たりました。これなんだっけ、マガジンコラボで、の、あれだよね、メリオダスと、まあ、夏が人気だったのか覚えてないんですけど、夏が、なんかね、一発で、一回目で出たんですよ。私、なんかそんな気がする。でもなんか全然育ててないや。最近ね、7コンボ以上が強いっていうのを最近よく知ったので、まあちょっとね、スキルとかレベル5ですけど。まあとおじいちゃんね、おじいちゃんちょっと使いこなせてないので、なんか申し訳ないなーっていう感じですね。まああとは大体基本的に使ってないキャラクターで、エキドナは売れないし、合成もできないし、うん、降臨で手に入るんだけど、なぜかこっちに置いてありますね。あとはまあホルス。ホルスこれ何体目だ ?2 体目かな?わかんないけど。ミネルバ、これなんだ、トゥダン、わかりません。でこれが私オロチ持ってないんですよ。オロチ持ってないんで、ヒドラの威圧、こちらを必要な時は使っております。まあでもね、威圧じゃなくてもクリピカちゃんがいるからなんとか なるかなと思うんですけど、まあ、あとはウルドちゃんとか、ウルドはよく出てくるね。ロズエルとウルドはね、シバドラパーティーでよく使っているので、結構出がありますね。これフェスゲンか。クビアちゃんフェスゲンですね。それからサンタリュービー。なぜか3体。それからアンタレス。これは、これなんだ?アーマーエース。あー、これホルスだ!はいはいはい。アーマーエース。犬夜叉。桜咲夜。椿。椿はね、結構いるんですよ。1、2、3、4体。4体いますね。いっぱいいるな。椿4体です。で、これはオニオンナイトちゃんもいるし、レイランちゃん。ね。これイルムでね、ガディウス入りますね。あとはまあ、シバドラとバルディンちゃん。ベジット!いいね、ベジット。まあ、ちょっと、ベジット使わなくなってからもうずっと放置になっちゃってて申し訳ないんですけども。だから赤ソニア。赤カンウ。ミニもいるよ、ミニも。なんかエヴァだね。アスカちゃん。ミサトちゃん。とかかな。使
コール。まだいるね、ガディウスね。ウルドもまだいるね。クリシュナもいっぱいいますね。いっぱい、1体か。ミネルバがまた2体いて。まあ、被ってますね。はい。こんな感じです。まあ、こんな感じに進めていきますよ。本当に。私ね、モンスターボックスの紹介の仕方って私、いまいちわかんなくて。みんなどうやって紹介するんだ？なんか、紹介の仕方とかあるのかな？わかんないけど。思い入れとかを語ったりとかするのかな？わかんないです。まあでもこんな感じです。はい。ということで次、水いきまーす。水！これシェアとね。シェアとは、出た時にとりあえずマックスにすぐ進化させて育てました。うん。でもあんまりちょっと出番ないね、実際。実際あまりちょっと使ってないのでもったいないなぁとは思ってます。それからメル。これも、フェス限かな。まあ、ちょっと売れない。売れないもったいない病発動中なので、ちょっと、このままで。もっといたのかな ?5 体、6体いた気がするけど。あとこれね、クリピカちゃんは、この4ターン遅らせるっていうので、威圧が私持ってない、その、オロチがいない分、クリピカちゃんをたまに継承して、オロチが必要なところはもうなんとかクリピカちゃんでしのいで、頑張ります。それから、まあ、こんな感じで。で、あとメリディオナリス、持ってるんですよ、私。メリディオナリス持っているので、まあ、この子がメリディオナリスと相性がいいよっていう風に言われてたんですけど、多分、相性いいのはマルチなんだよね。で、マルチでメリディオナリスなんて使ったことないので、なんか、結局この子も倉庫版をしております。リノは。あとね、孫権。孫権は、いくつか持っている2体かな持っているので、これが、だいたいいつも使ってたんですけど、なんかまあ、もう一個、覚醒孫権とかなんかいろいろ出てきたので、孫権もちょっと育てたいなということで、とりあえずここまで仕上げて放置しております。まあ、イシスも、まんま、その通りです。放置してます。はい。放置キャラっていうかね、手がね、回らないんですよ。それから、塗り絵カーリーでしょ？それから、グリムジョー。グリムジョーです。それからこれね、ブルークレスト。この子はね、アシストでよく使ってますね。はい。これ誰？藤井さんはちょっと使ってないです。それからトランクス。スミレ。ご飯。スミレが3体いますね。これは何？シェリアス。結構いるね。で、ウルカの水バージョンね。それから、リューネ。リューネは、闇アテナのパーティーとかで使ってますね。だから、水パですごい使っているのは、リューネと、まあ、ウルカ。でも、ウルカもこっちのウルカじゃない方を使ってる気がするので、ってかん、あれでもこっちかな？わかんない。だから、水でイシス。かなーよく使ってるのは。まあ、でもこの間どっかのダンジョン行くときにクリピカを使った、なんだっけどこのダンジョンかなチャレンジダンジョンかなちょっと覚えてないんですけど、クリピカちゃんを、たまに、アシストでね、使ってます。それから水パー、メリディオナリスで組むときは、モーリさんとか。入れたりしてますね。こんな感じです。ちょっと待って、大変失礼しました。モンスターハンターのコラボですね。この子ミツネちゃん、ミツネくんか。いや、この子はねめちゃめちゃ使えるんですよ。で、私まさに今平積みを練習している最中でして、もうミツネちゃんも、こう、4コンボ以上で攻撃力が上昇タイプなので、要は平積みしてくださいパーティーなんですよ。ね、この子がマルチでめちゃくちゃ強くて、マルチプレイ時全パラメーター 1.5 倍。だから今、このモンハン今コラボやってる最中ですけど、ミツネちゃんで、ノラで行った時に、ミツネちゃんで被ることすっごく多いですね。
だからみんないろんな人の見つめのパーティーをすごい参考にして、あこの人はこういうの入れてるんだ、これはこの人こんな感じでやってるんだみたいな感じでちょっと学んだりとかしてますね。見つめもすっごい使ってます。だから最近よく使うのはラードラーとミツネ、それからメリオダス、イルム練習中、イルムは練習中、それからなんだっけシバドラもまあまあ使うでしょ、それから闇アテナも使う、まあその辺かな。ミツネちゃんはもうめちゃくちゃ使いますね。大好き、楽しい、やっててドキドキ。まあアヌビスも今後使って、まあ要はコンボパーティーですよね、が好きなんですよ。私コンボが好きなんで。またコナンがいたり、FF のコラボのキャラがいたり。あーこれとかね、これを継承させたいですね、ミツネにはね。どっちかっていうと宝石をアシストするのであれば、この子の方がまあアシストボーナスが入るのでこっちの方がいいかなと思います。まあこちらも水もまあまあ被っております。はい、ということで続けて、木を、木ですね、木のボックスを紹介していきたいなと思います。はい、ということで木はですね、ロビンフッドちゃんがなんと2体います。なんと2体います。それからベルダンティちゃん、木の間違いで劉備でしょ、それからこの子不動明王、落ち込んしなくなる、落ち込んやっぱね無理だね、落ち込んしなくなっちゃうの私。メリディアナリスもそうなんですけど、やっぱね私基本的に落ち込んないとマジコンボ重ねられないタイプ、もう落ち込んだのみに神頼みタイプなんで、全然みんなと違ってコンボ全然できない、平均コンボがすごく低いので、やっぱそうやって考えると不動明王はちょっと落ち込んしなくなるのは怖いなっていうので、あまり育ててないです。それからアウストラリス、だからアルテミスちゃん、この子も297ですね。ちょっとスキルがレベル1ですけれども、だから全く解放してないけどドライドラゴン、まあ今後毒ドロップ対策とかお邪魔対策とかでこの子が使えるかもしれないけどね、まあ使ったことがないですね。てか正宗、これねいつだったかな、こないだのガチャだったかなんかで出てきたんですよ、初めてゲットしました。それからビシュヌ、バステと、こ誰だ、ペルセウス、オシリス、メイメイ、ユービ、あこれねモンハンコラボでガチャ、モンハンコラボは今回ねトータルで5回かな、5回ガチャを回して無料も含めて5回かな、わかんないですけど、この子が2体、そのかぶったらやめようと思ったらもうかぶったんでやめました。リオレイヤー、こちら2体います。あとこちら楓ちゃん、もうねちょっと使ってないんですけど、これ出た時めちゃくちゃ嬉しかったですね。スミレと椿はね出るんだけど、まあ星6だからってのもある、楓が全然出なくて出た時めっちゃ嬉しかったですね。それからみんな大好き緑オーディーン、いや緑オーディーンいいぞっていう時めちゃくちゃ役に立つんですよ。今私モンハンの3人でワイワイする時のコラボ、スタミナ99使っていくやつは一応私緑オーディーンも連れてってるんですよ。なんでかっていうと3人マルチの最後のボスでなんか変に HP 削りすぎると覚醒無効放ってきて4秒にされちゃうんですよ。そこをね緑オーディーンにパッて回復してやるみたいな、だからちょい残しした時でも大丈夫な時用にしてます。緑オーディーンはやっぱ最高、なんだかんだで出番が比較的多いんじゃないかなと思いますね、他のなんかいなくなっちゃうキャラより。いなくなっちゃうって言い方失礼だけど。それからクシナダヒナ、落ち込んしなくなる、でもだから落ち込んしなくなるから使えないですね。それからこちらミトちゃん、こちらもフェスゲンヒロインですね、4個いますね、4匹4人います。これ誰、カノちゃん、これはお正月コラボかな、わかんないですけど。それからバステットエース、なんとディアブロス
こちらですね、5回引いてるうちの1回で出てきました。5回だったか分かんないですけどね。はい、あ、今回のモンハンのボスキャラですね。はい、まあちょっと出た時びっくりしましたけど嬉しかったです。で、スキルレベルもね、モンハンのダンジョン結構私回ってるので、そこでなんかスキル素材やってたら4倍だったので、ゴールデンウィーク中にマックスにすることができました。ラッキーみたいな。それからモンハンコラボで言うとハンターオス、桂馬装備かな、わかんないですけど、まあ、この子もいますね。この子のスキルレベル最大でございます。あ、それで言うと火にもいるんですよ。ちょっと私さっき紹介し忘れちゃったんですけど、ハンターオスレウス、こちらもいます。ちゃんと今回ですね、ハンターコラボ全員ゲットしました。だから4体モンスターポイントで買ってます。貯めといてよかった。2月に配られてたモンスターポイント全部取っといてたんで全部解放しましたおかげで無事買えたのでよかったです。だからモンスターハンターのコラボのハンターの女の子と男の子は3体ずついますね。まあそんな感じですかね。で、これが、ニャルラトホテプは、3人でワイワイに、ツイッターで募集して3人で行った時に、出てきたキャラで、なんだっけな、2コンか3コンしたけど、わかんない、1コンだったかな、2、3コンかな、4コンか覚えてない。まあ、そのぐらいで、なんとか、ゲットすることができて、嬉しい限りでございます。それから2人目の緑オーディーンは、転生、緑オーディーンかな、これは。馳せました。転生じゃない。それが、この間のフェスゲンで、ついにロノウェが出たんですよ。めちゃめちゃ嬉しかったですね。ロノウェ、ゲットしました。2体。しかも2個も出たの。ね、嬉しい。で、不動明王があと2体いて、マリちゃんが3体いて、みたいな。で、パルコアちゃん。パルコアちゃんって、どんなキャラか私あんまり知らないんですけど。あとジタンがいたり、ビシュムがいたり、リュウビがいたり、ね、やっぱ被ってますね。でね、この辺からなんか知らないけど、めっちゃコラボの人たちばっかりなの、すごくない？モーリランちゃんとかね、カゴメとかね、すごいコラボの人たちが多いです。まあ、そんな感じで以上が、ヒーミズ、キーの、モンスターボックスの紹介でございましたけれども、こんな感じで大丈夫でしょうかね。ちゃんと伝えられてるか、みんなが見たかったモンスターボックスの動画ってこんな感じでいいのかなってちょっと不安ではあるんで、大変申し訳ないんですが、まあこんな感じかなと。あとこれだね、これもモンハンで出ました、ガムート。強いのか分かりません、使ってないので。まあ、モンハンで今使ってんの本当にこのミツネちゃんぐらいしか使ってないので、他のキャラクターの性能とかちょっと正直知らないんですけど、ね、まあでもね、闇のモンハンのキャラ使ってるマルチの人も結構いたりするので、まあその人のボックスによって全然使いたいキャラクターとか変わってくるのかなとは思います。はい、ということで次の動画では、光と、闇のモンスターボックスを紹介していきたいなと思います。あと火はね、モンハン声がティガレックスも出ました。はい、ということで一旦こちらにて動画モンスターボックス1個目終了したいと思います。お次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。